NT さんは自分が何をしているのか、どこに行こうとしているのかを常に知りたがる NT さんは、恋愛を慎重に考え、自分の意図と期待をじっくりと考慮しますと。自分の座標軸が明確になり、満足のいく関係が構築されれば、その関係に投資する準備が整います。はい、投資とか言うんですよ。はい、でよし、なんかあなたのことが分かったと、はい、投資に値する人物だ、はい、っていうことでようやく恋愛の準備をしますと。はい、気持ちが先じゃないんですね。気持ち突っ走ることはないってことじゃないですか。この気持ちが本当なのかみたいなことをこうじっくり考えて、はい、よしこれは本当かもしれない、きっと本当だって思ったらやっといけるみたいな感じですよ、きっと。ズキューンってきて、はい、あ、そういうのがないって話なんですね。来たとしても、はい、これは本当本物なのかじゃないですか。あとこのまま行って大丈夫なのかとか、相手がそれに値するか、相手がそれに値するかとか、まあ、自分の恋愛とかはまあ自分の気持ちじゃないですか。まあ SP だとすると、はい、そうなんだと思うんですよ。はい、いや NT さんはなんかそういうのがないのかなと思って。そういうのがないっていうと、いやなんか、まあ、僕はもう全くないんで、はい、あ、そういう場は全くもうなくなってしまっているんですけど、はい、例えばじゃあなんかコンパとかでね、はい、めちゃ好み、はい、みたいなのがあった時でも、はい、あれってスタートダッシュが必要じゃないですか。でそのスタートダッシュはしないって話だと思うんですよ。この人めっちゃ好みだけど、はい、本当に大丈夫かみたいなのをずっと続くのだろうかとか。なるほど。ちょっと試しにいろいろ付き合ってみなきゃ、話をしてみなきゃわからないとか、なんかすいません、いろいろハードルがあるんだと思うんですよ。なるほど。はい、でその関係が短期的なものであれば、はい、短期的な投資を行い、はい、NT はその関係が一時的なものであることを相手にはっきり理解させますと。はい、いやー冷たい。だから逆にズキュンってきた勢いの時はそういう感じなんじゃないですか。あ、なるほど。はい、短期的だよと。これは短期的だよっていう、付き合うとかそういうのじゃないよ。はい、付き合っても短期的だからみたいな。運命じゃないんですね。運命だねって。運命じゃないって話ですよね。なるほど。それが受け入れられなければ NT は肩をすくめて背を向け、はい、軽い後悔を抱くだけであろうと、はい、一方その関係が長期的なコミットメントを必要とするものであれば、長期的なコミットメントがなされ、たとえその関係が予想したほど満足いくものに発展しなかったとしても、そのコミットメントは守られますと、はい、まあ、約束したからと、はい、そのような場合でも NT は失望や不満を口にすることはありません。この理性的な NT さんは、はい、一度結婚相手を探して決めたら気が変わることはまずありませんと。はい、ちょっと NF とはまた違いますね。また運命があるかもとかじゃなくて、もっと違う本物があるかも。本物があるじゃなくて、はい、もう約束をした、はい、だったらもうこの約束は守ります。はい、この辺はすごいですね。すごいのか、まあ、興味がないのか。興味がない。そもそもいろんなハードルを乗り越えなきゃいけないわけじゃないですか、そこにたどり着くまでに。 NT の人は乗り越えてから来てるよっていう話。長期的なのところに来るには多分すごいいろいろ乗り越えて、はい、この人だったら大丈夫みたいなところもあって来るわけなので、そこを覆すには、またそこを覆すレベルの長期的な人間関係の構築が必要だから、なかなかそうはならないみたいな話じゃないですか。これまで僕は、はい、この INTP さんのとかに、はい、とりあえず付き合えばいいじゃないですかとかって言ってたんですよ。はいはい、大間違いですね。でも短期的は短期的でって言ってたので、はい、とりあえず付き合うって言ったら多分とりあえず付き合いますって言うと思うんですよ。あなたとは結婚は考えてないけど。あ、それは、それは、
決めないでよって思うんですよ。でそれを決めないと短期的には本当は付き合えない。ちょっとあもう鼻いや多分そういうことを言ってると思うんですよ。なるほどね、めっちゃわかる。短期的ならもう短期的って決めて付き合うみたいな。じゃあ本当3ヶ月が来たら別れますなんですね。別、はい、れます。まあその間に積み重なる可能性はゼロじゃないと思いますよ。3ヶ月更新しますと、はい、更新しますと。なるほどね、サブスクリプションですね。はい。でまあその結果長期的になる可能性はまあ あるとは思うんですけど。なるほど。まだ分かんない状況で将来の約束はしないって言ってるんですよ多分。なるほど、はい、なるほどね、面白いですね。ゆうせいさんごきげんよう。INFJ ですと。何を伝えるのか、どのように伝えるのかの対立もありそうだと。僕はどのようにをめっちゃ気にしますと。俯瞰して構図が分かったところでそのまま描写するのことは正義ではないと。だから場が和みそうならあえて自虐に持っていったりするんですと。NFM はまあそういう感じじゃないですか。気持ちが優先って話ですよね。そうですね、はい、そうですね。で NT とかは気持ちとかっていうよりは問題解決が優先みたいな。はい、はい、あで NT は頑固と言われるゆえんというのがまあ、はい、筋は通ってるのは分かります。はいはい、はいはい、言ってることが正しいのも分かります、はい、で悪いと思ってんのかって話ですよね。違う、で僕が言いたいのは、まあ、こと恋愛においてね、はい、このなんかいや気持ちがあるじゃんって言いたかっただけです。いや契約期間とかコミットメントとかじゃなくてさ、はい、心のつながりだろうって。心のつながりになんかその期間とかさ、はい、コミットメントとかさって、はい、文章みたいなさ、はい、そういうのが必要かいって、はい、ちょっと思っただけです。現地とかね、はいはい、まあ、NF ですからね。すいません、はい、というこの NT さん、コーディネーターの NT、 これは ENTJ と INTJ は、エンジニアの NT、 これは ENTP と INTP、 ちょっとなんでもうちょっと具体的な形になっていくんですけど、はい、このコーディネーターの NT はエンジニアの NT よりも計画的に結婚相手を探しますと。コーディネーター ENTJ と INTJ は伴侶に求める身体的認知的特徴をリストアップし、それに当てはまらない相手には躊躇なくがっかりさせますと。一方エンジニア ENTP と INTP は求愛のプロセス自体がその価値以上に面倒なものであると考え、交配問題、この交配というのは交わる問題ですね、はい、交わる問題を解決するためだけにたまたま自分に興味を示した一番最初の、ま、最初の質の高い人と落ち着く可能性が高いと。面倒くさいって言ってるんですかね。まあ、多分そういう気持ちはあるって話ですよね。気持ちはあるけど、はい、もうめんどくさい、プロセスめんどくさいから一番なんか来た手っ取り早い自分に好意を持つこの人だったらいけそう、レベルが高い人いけそうなところで一番高い人みたいな。なるほど、はい、どちらのスタイルもミスにつながる可能性はありますと、はい、コーディネーター ENTJ と INTJ は、自分の欲求に対して甘く誤ったリストを作ることがあり、また今度エンジニアの方、ENTP と INTP は短期的な解決策が長期的な後悔につながることがあると。しかしその選択が大失敗に終わらない限り、合理的な人は自分の約束を守りその関係をやり遂げるためにあらゆる努力をする傾向がありますと、はい、コミットメントだと、もう約束をしたんだと、はい、まあ、そこを守るためにとりあえず頑張るみたいな話です。なるほど。これとは対照的に、SJ ガーディアンは合理主義者、この NT の人たちの真面目さと勤勉さを高く評価し、
思慮に欠ける NT が地に足をつけて生活できるよう支援し、彼らに対して型にはまった社会生活を提供することに誇りを感じていますと。But、しかし理想主義者は合理主義者に最も強い魅力を感じています。理想主義者は、理性主義者 NT の方ですねと抽象的な考え方に深い満足感を覚えるという稀有な心の相性を共有しているだけでなく、散漫で分裂し注意散漫になりがちな自分たちとは全く異なる NT の集中力と、あ、この NT の集中力に、感嘆していると、はい、驚嘆していると、この理性的な人は一旦結婚相手に身を委ねると婚姻届があろうとなかろうとその関係に誓いを立てると感じます。 NT はしばしば一般的に受け入れられている交配行動の基準に関して不思議な非道徳性を持っています。社会の規則や形式は彼らにとってプレッシャーにはならないが、彼ら自身の個人的な行動基準は確かなプレッシャーになりますと。教会の儀式や結婚許可証のような社会の承認は彼らにとって何の意味もなく、家族や伴侶を喜ばせるためだけにそういうのを我慢しますと、はい、理性的な人々にとって重要なのは個人のコミットメント。この個人的な契約は彼らのすべての忠誠に値しますと。婚前の交渉に対する態度も同様である。 NT の性の倫理は慎重に検討され厳格に遵守されるが、その時々の一般的な性行動のモラルに合致する場合もあれば合致しない場合もある。ほとんどの場合、理性的な人は一旦交際を約束した後は自分の性欲を探求することに全く消極的ではない。積極的ってことですか？消極的ではないっていうことなんだと思う、はい、いや一旦この人って決めたらで自分の探求心があれば、はい、消極的になることはない、はいはい、